まずは強力な求心力を持つリーダーが率いる軍団対決。果たして団員たちはどんな戦いを見せるのか。まずはデラックス狙いで攻める両軍団。面白い。でも春日さん良心的で線の近くを走っている。場所は変えてもいいですよ、ラインの外なら。と年齢を忘れどんどんスピードを上げていくカスコデラックス。ね、場所をどんどん変えても大丈夫です。30秒経過。頑張れ。一番しんどい。春日さんなんかかわいい。なんか遅刻する小学生。マリオパーティー。無限走りしてる。とここでカスコデラックスに異変が。やばい、春日さんの顔やばい。もう乗り駅頑張れ。8、7、6、5、4、3、2、1、終了。互いにデラックス狙いの作戦に出た両軍団だが、果たして。まずは普通のカゴから集計。それではせーの、チームはなくなりました。これは、まあ、とりあえず小坂のチームの勝ちですが、春日さんのカゴに入った球の数も数えましょう。これで勝ち取るかもしれませんね。現在のところ小坂の懐入りたいがリードしているが、デラックスポイントでの逆転はあるのか。まずは強固マブダチ軍団からデラックスポイントを集計。3、4、5、6、7、8、9、10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 
30超え。そしてすげえ。ということで120のデラックスポイントを獲得した京子マブダチ軍団が合計124ポイントで大幅リード。果たして小坂の懐入りたいは巻き返せるのか。せーの、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。となんだか不穏な雲行きだが、果たして小坂の懐入りたいの結果は20 21 22。ということで小坂の懐入りたいは66ポイントしかデラックスポイントを稼げず、現在のところ74ポイントで暫定2位へ。小坂さん、いかがでしたかね。いや、なんか春日さんのカゴに入れるのが案外めっちゃ難しくて、ああ難しかった。覚えてるからやっぱり。斉藤恵子チームは春日のカゴ狙ってたんですか。そうですね、あの本体の方のカゴには1個も入ってなくて、白が、はいはい、完全に春日さん狙いで行かせていただきます。これはちょっとコツかもわからないですね。いい情報だ。春日さん、次も行けますか。大丈夫、もちろん。何もしてなかったみたいだね。余裕だね。ちょっと体温まったぐらい。